から浮気？証拠発見？問い詰める？まあ、証拠発見って言ったら浮気。なんか私と遊べないって言った日に連絡取ってるみたいな。うわぁ、ちょっとすぎる。キモい。最低最低。そういうことじゃないか、まうん、その証拠を写真で撮る。スクショ撮る？スクショ撮る。怖いよ、証拠集めるみたいな。あ、そうか、自分の携帯でってこと？そう。残すからな、証拠。残してどうするんですか、それ。エアドロや。残して会う弁護士。問い詰めるのってさ、大体こういう手でさ、問い詰めた時ってさ、うん、逆切れされるイメージ。何勝手に携帯見てんだよって。あ、それ正解だね、多分。そう、どう見たことあるんですよ、恋人の携帯から。え、はぁ、経験済み。そう、で浮気してて、うん。もろじゃあどうしたんすか。いやでも勝手に見た方しかも悪いなと思って黙っときましたね。問い詰めなかったってこと、問い詰めなかった。なんか見た方も悪いじゃないですか、結局勝手に。いやでも、そ、見方によるくない？例えばさ、もろ行ってたりしてピロンってなったら見えるくない？もう目に入ると状況によるけど、でもこの場合はもう携帯をしっかりもう見てしまったっていう状況なんじゃないですか。そうそう、あーもうロックタイガーレベルなんだ。見ちゃったじゃないんだと思います、うん、多分、うん、怪しくてみたいな感じなの。うん、気になる。まあ興味本位で、あーついついみたいな感じ。そう、若かったからね、星川もちょっと見てなーって思って見ちゃったんですよ。なんだろう、悪いけど見た方も、でも浮気してる方も悪いわけじゃん、うん、そうやね。でお互いもう悪いのは流したとして、うん、でも浮気はやめなあかんよねっていう、はい、そうやね、未来のためにね。こっちが勝てる。そうそうそう、悪いとかじゃなくて、でもそれは今、もう私はもうじゃあ今後見ないから、じゃああなたももうじゃあ浮気しないってなんないとおかしいよねっていうリズメの方向に走る可能性がある。賢いな。賢いね、それは。間違いないな。でも多分本当に連絡すると思う。でも喧嘩なりそうやな。そううまくいかなそう。諦めちゃいました。なんかもう、あーもう終わりだと思って、星川もいいやと思って。まあ、ちょっとほじくるのあれなんやけどさ、どう書いてあった？あー確かに。あそう気になる。どういうあれであってなったのか聞きたいな。スマホ開いて、LINE を開いたら、うん、あの知らない女の人とご飯行ってて、星川には黙ってたんですよ。あ、でもまだそれだけだったら。ご飯だけだ。違うんですよ。で、後々分かったことなんですけど、あのその人と付き合うことになったからって言われて。でも地獄じゃん。なんか実はずっとその人のことが好きでみたいな。鼻フックしてー。やっぱ鼻フックみたいな感じになりましたね。ハイキックしよう。いやもう。じゃあ2番目だったんだ。なんかこう。おいおいやめろよ。ほじくるライン越えやぞそれは。じゃあもうそれで別れてってことですか。別れて、まあでも大体そういう男って戻ってくるんですよ。あのいやもう経験則。やっぱさすがコラマーだね。あ、ってことはじゃあ浮気許せるってこと。いや許せないです。あでも黙ってたんよ。確かにそういうことやねじゃないと思ってるんで、うん、もうゴミみたいな扱いしますよ。しかでも黙ってたやろ。問い詰めずに黙ってあの他の男のとこ行きました。ほしかでもハッピーじゃないけど、なんかお互いサンって感じになってたんだよ。あ、そうだね。話だったんだ。なるほどね。いやまあでもそれは星川さん悪くない。いやあそうじゃない。携帯うんのにね、まあ、浮気しろが悪いかね。大丈夫。そうだから、そうだ、結局問い詰めるかな。黙ってたらずっともやもやしそう。あとあとね、こっちの方がいいっすね。詰める。そうね、今も聞いちゃうかな。え、どうしたんって言っちゃうな。なんなんって。さっきあれ言ったけど多分言わないっすね。え、なに言わない。問い詰めないってこと。問い詰めない。ただなんかそういう返しされたら、さっきみたいに返すけど、私が問い詰めてお前だって見たじゃんって言われたら、そういう返事。ああなるほど。もし私が見ても言わないっす。え、などうするの。もやもやしたまま。もやもやしたまま。私が言わなかったらだってこのまま付き合うかもしれない。でもそんな男もったいないっすよ。
だってどうせさ問い詰めなかったらそっちとどんどん発展していっちゃうんじゃないの、うん、でなんかさっきの行かないでみたいななんかそんなになんのだるくないえでも絶対言えない。もしだから自分がダメになってもし、はいはい、別れようってなったら言うかもしれない。実は見たしみたいな。え遅いよ遅いよ絶対えその時にはもうね相手のこと好きみたいな、なんか相手の準備期間がもう揃ってしまいそう。いろいろ全部ね。そういや言えないな、言えないと思う、うんうん、なんか最後にバーって言っても男側からしたらあやっぱこいつと別れてよかったわってなりますけどね。あーだるい。あーなんかあんじゅーあんじゅー違うあんじゅー違う私はだから絶対見ない携帯を。あ、するの悪い。でもそうだね、携帯、うん、みんな言うのはさ、携帯見ていいことなんてないんだよね。ない。うん。だから例えば別に浮気じゃなくても、変な写真入ってたりとかさ、そう、なんて言うんだろうな。検索履歴とかね。検索履歴は検索履歴見るの怖いよ。うわ、検索履歴今見られたらどんなんなるんだろうな。自分もあんま見られたくないわ。やだ。自分のやつちょっと見てみよう。なんだろうなぁ。あいつ見てみましょう。ちょっと、ほんと、うん。うわめっちゃ恥ずかしいわ、これ。あれ、けんす。まあ。どんな内容だったんですよ。誰か言える人いないんすか、検索履歴。私、別に言えるけど、しょうもないやつ言えるなぁ。変なのはなかったっすか。変なのないね。ゲーム関連ばっかだね、今は。だ そもそも今、携帯触んないんだよな、あんまり。あ、パソコンですか。うん。あうん、てか、ゲームの情報しかあんまり入れないみたいな感じかもしんない。あと、ツイッターぐらい。ああ。そうだね。私、言えるやつだと、片付けできないで検索してますね。私、夏1週間ダイエットがありますね。え、ダイエットあるの？今もあるんだけど、夏痩せ、夏痩せダイエットありますね。ある。あとは、そうだな、あと、ゲームのこと。無理はしないでおこうな。無理はね。ね、無茶なことしか言ってこんから、うん、記事。そう。いや、ほんとだ。カロリー800以内とか出てくるから。わえ、サラちゃんはちなみに確かにあれですよ、日本語がちょっと下手くそなんで、あの漢字の読み方で埋まってますね、うん、検索履歴が。あーでもこれも分かる。何々読み方、何々とはみたいな。男と女の友情は成立するかどうか。わーね、よく王道のね、王道ネタ持ってきた。賛否両論分かれますよ、これは。なんかお悩み相談でも結構多かったんだけど、これ。あ、そうやね、多かった、うん、結構あった。うんうんうん。いや、え、どう思う？え、知る、知るって甘えた今。あるかい。よだれ垂れてない。よだれ垂れ垂れ垂れよ。すると思いますか。私も知ると思いますけどね。うん、私も知る、あ、私も知ると思うタイプ。知ると思うタイプ。あ、じゃあ、知ると思うタイプじゃない。満場一致じゃないですか。知るよ。これ話は膨らみませんよ、これ。膨らまない。でもその予感は若干した。うんうん、そうだね。言いたいことはわかるよね、でも。うん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 、え、うちわかんないんですけど、成立しない場合ってもう男の方も性的な目でしか見てないってことですか。ですです。片方がどっちか好きみたいな、うん、絶対。あ、それってさ、あまりにもなんか普通にちょっと理解できないん、ね、人間関係狭すぎない。そう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 、なんだろうな。友達、男友達とか女友達だけってことやね。そういうことですよね。うんうんうん、その人と話すの若干怖いまである。成立しないパターンの話聞きたいな。そう、聞きたい。それそう、よく聞くのが男の方が女のことめっちゃ好きで、うん、でも女は見て見ぬふりしててみたいな、うん、こらなんか、あ、そうなんだ、うん、そうなんですよ。あの、ね、一緒に二人でデート、うん、デートで遊ぶけど、うん、で私別に、はいはいはい、この人のこと友達だと思ってるけどみたいな。女が結構都合いいこと言うことが多いんですよね。
すごい。こんな最低じゃねえか。そういう話で聞きますよ。でもさ、じゃあもしよ、もし、うん、じゃあ仮に恋人ができたとするじゃない？はいはいはい、はい、で恋人がみんなにできて、じゃあ遊びに行ってくれよ、はい、二人でってなった時に、その相手が異性だったら、うん、それはやだ。そう考えたら成立してなくない？これめちゃめちゃ、いやめちゃめちゃ質問じゃないこれ。今思ったら。嬉しいんだ。待って、嫌なんだけど。あ、え、確かに。あ、なるほど。思った。男の人はないんだ。え、どういうこと？あ、男は相手と成立しなくて。じゃあ私は友達と思ってるのに向こうはってことですか？そう。そこ男女の、え、そこ男女のあれあんのそれ、嘘。あれ。それってなんかどうなんやろうな。それこそ都合がいい話になってきそうな気が。けど、あ、そうだ、いいこと考えた、うん、あのこうやって満足一で分からへん時とかのためにやっぱこんだけ見てくれてる人おるから、はいはい、上のハッシュタグでみんなの意見をちょっと聞こう、うん、あーいいね、めっちゃ天才で、みんなつぶやいてくれたら、あのなんかあの長いのは無理やけど淡白に意見をくれたらちょっとみんなで拾っていけるんじゃないかなと。そうね、はあ、成立しない人の話とか聞きたいわ。そう、成立しない人の意見マジでつぶやいてほしい。これはね、割といろんな人の意見絶対あるし、うんうんうん、ハッシュタグ見ながら、うん、今見てますよ、ちょっと見よう。なんかそもそもでもなんか恋愛が友情の延長線上に私あると思ってるから、え、もう一回言って、なんで友情の延長線上もう一回の恥ずかしい煽りですかね。何やったん。恋人がいる場合のみ成立しない気がするっていう意見でしょ。わかるわかる、めっちゃわかる。恋人がいるときは別世界ってこと、そこ 別の話だぜってこと。恋人がいたら女の子と友達になれないってこと？そうじゃない、そういうこと。じゃあ逆に何なんですかそれは。それどういうこと。それ多分女がでもまあなんかその延長線上にあると思ってる場合はその先に進まれたら嫌だから、うん、その道をなくしてほしいみたいな感じ、うん、説。あ、発展する可能性があるから、うん、そう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 、わかるな。でもうん、あー成立はすると思うけど、同性同士よりかは深まりにくい気がする。あーあー、わかんない。あ、面白いのあった。女子は恋愛と友情区別できるが、うん、男子はその区別ができず、え、脈を感じたら恋愛感情に発達してしまった。あれ、これちょっと生物事情だねそれ。人間的な話。え、そうなん、深い話になってきた。え、じゃあすごい友達と思ってても女がこう汗ばむわとか言ったらおっとってなるってこと。なんでやばい、なんでやばい、なんでやばい、なるか、汗ばむわカモカモカモ、言葉が脈割りかってなるってこと。あ、すごいね。脈ねえよ。男の人はそういう推しに弱そうっていうイメージがあるから、あ、なんかそう、仮に恋人ができてもなんか言ってほしくないって思ってしまう。推しに弱そうだから、あ、まあ、自分は大丈夫って自分はやっぱ思っちゃうからね。そう、っていうことね。じゃあ男と女脳みそとか考え方がやっぱ違うから、うん、まあ人それぞれあるだろうけど、やっぱりそういうところでもちょっと差が出てくるのかなっていう。そうですね。うん。どうなんですね。偏見っぽい。まあでも偏見、いやまあ偏見しかいないからね。男単純だよ。男単純。マジコラム、コラムいる？コラムなんで、コラムに書いてないのか。男は何なんだ。汗ばむじゃん。待って、みんな汗ばむわって言ってキュンとするリスナーさん、汗ばむわで。汗ばむわ。え、ちょっとドキッとするけど私。汗かいてきちゃったみたいな。え、嘘や。何にドキッとするの？佐々木さんですら若干私今ドキッとしたけど。いや、マジでいや。おっとってなるよ。汗ばむのなんなん？
まあ、定番の言い方によるかもしれないですね、それはじゃあ。あー、吐息多めのね。あ、吐息、あ、なるほどね。吐息多めでちゃんと勝って。あ、ちょっと人によりますね、これ。いいかもね。おっと、今殴ったな、私のこと。実際にもっと。敏感だ、この先輩。敏感だね。あ、吐息たんで。そっか、あ、吐息って言葉がちょっとね、あれなんですよ、多分。へぇ、おもろいよね、熱くなってきちゃったみたいなね。あーあーねー、あー言い方でもあるねねー、まあ、そんな感じで結構これあれだね、同じ意見の人が4人揃っちゃったからあれだったけど、まあいろいろあるな、リスナーさんの意見を見ても、うん、結構でも男女の差を結構感じることもあるね、意見で、まあどっちじゃない人もおるかもしれへんけど、そうね、いろいろあるけど、そう、ね、ここだけ、この4人は成立、それを聞いて成立するする今も知る、私も知るっていう結果になりました、この4人はね、するだろう、汗ばむだろうっていう、汗ばむだろうってなんだ汗ばむだろうっていうまとめには並んでくる。遠距離恋愛はありですか、なしですか。ああ、え、これ自分がするのがってことですか。自分、え、なしなし、死んじゃうよ、もしか、寂しくて。ああ、うち全然ありだな。あ、ひなも全然あり、ありかな。おお会えないんすよ。え、じゃあ、え、その場合ってもしこの人好きだなって思っても、あ、でも遠距離無理だから無理だわってなるってこと、うん、あ、はい、うわ、なります。近くに多分もっといい男いるから。いないよ、やばいから、それはまずい。充電切れた、ごめん、顔止まった。え、どんぐらい会えなくても大丈夫なんですか。うん、でも連絡してれば割と別に日は平気かも。いけるんじゃないかな。そんなしょっちゅう会う、たまに会って時とかだから逆に嬉しいんじゃないですか。うん、ああ、いいね、確かに、うんうんうん。友達とかでもやっぱそう思うから。一週間に一回とか会いたいですよ、しかは。どれまで耐えれるぐらい？一ヶ月に一回がギリ。なんかその間、うん、なんか連絡取ってくれるならいけそうな気がするけど。うん、連絡取ってくれなら。半年に1回でも全然大丈夫。そう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 。一緒にゲームしてればなんか半年に1回でも。そう。待って、ギューしたいって思いません？え、思うかもしれないけど。ギュー。え、わかるけど。え、チュー。なんだこの時。なるほど。ダラちゃん、それはその人のことを本当に好きじゃないんだよ。はあ。いや、まあ、まあ、いや、そうね、ちゃんと一途なんかもしれないですね、3人とも。いや、しかも一途なんですけど、なんか他にもっといい人近くにいるかもって思っちゃうからかもしれないですね。そうなんや。まあ、寂しがり屋だから、その寂しい間が辛いみたいなのはある。辛い、うん、それですね。会いたいけど、新幹線とかさ、飛行機ってなってくると無理かも、学生さんとか特に。うん、そっか。かうーん、はあるかもしれない。うん、それこそ、ね、ビデオ通話は、ビデオ通話、それこそ今そういうの多いんじゃない、今の時期とかだと特に。あ、結構やってるカップルいます。なんかビデオ通話恥ずかしくないですか、欲しく思うんですけど。あのね、決め顔しちゃうんだよね、終始。まあまあ、でも確かスクショされてたらやだなって思うし、ね、あー、わかるわかる。あー、1ヶ月に1回がギリなんやったら別に遠距離いけるんじゃない、ある程度。1ヶ月に1回ってだって言ったら給料日に。いやなんだ。いやなるほどね。じゃあ、ありありありなし、ありありありなしやね。なしですね。一人ぼっちになっちゃった。いや、まあでも、気持ちは分かるよね。分かんないわけではない。なるほど、っていう。どこからが浮気？来たー！あー！あー！これなぁ！サラちゃん、ちなみにあるの？ LINE。女の人と二人で隠れてご飯行ったら絶対浮気ですよね。そっか、隠れたらもう、隠れたらやばい。隠したら終わりだね。え、頭ポンポンも浮気座ですよね。頭ポンポンってさ、どんな時にやるんだ？たまにさ、いるよ、バイト先とかさ、そういうなんか、あれで、チャラい男がやってるよ。
え、だってやる必要ないじゃないですか、そんな。ねー、何しとん。みんなに好かれようとしてる人いるじゃんね。うん、いやいや、すな。無理だな、そこれも。え、じゃあ、サラちゃんの LINE はどこなの？手つなぎてほしくないし、触ってほしくないし、肉体的にはもう手つないだら嫌だわ。なんか、やましい気持ちがあったらもう嫌だわ。気持ちなんすよね、一番は。気持ちなんだよ。そう、一番が気持ちだけ、言葉で表せれないんだよね。見ないものなんよ。ビデオ通話とかでも気持ちがあれば、それはそうなんよ、もうね。そう、なんか、そう、あと優先順位とかね。そっちと付き合えよってなりますよ、星川だったら。いや、そう、行かないでね、って号泣するが。ちタイプが、今もう知らないっていうタイプだ。一回好きになったものをなかなか嫌いになれない、多分。あ、そうだね。うん。じゃ、なんだろう、それのギリギリのラインってあるかな。大人数いたところで何かをしたら浮気判定ってこと？何かって？え、でも大人数いる中でその2人でじゃれ合ってたらちょっとグギギってなるかも、うちは。やだ、やです、それ。ねえ、じゃれ合うなって思う。結構人それぞれ違うからはっきりとは言えないけど、とりあえず隠したらアウト。別に会ってないけどゲーム一緒にやってたらどう、2人で。いやです、やもしかってやればいいじゃん。どう同じギルドとかだったらどう。楽しい時間を他の女と共有しないでほしいですね。それはね、でも言葉きついけどわかる。あるね、それね。私でカバーできないところじゃなくない、みたいな感じだよね。私もできるし、なんで私じゃないのっていうね、あれだよね。とりあえず言うかな、それを普通に伝えるってなってまうな。そうだね。夏のデート、花火と海、お、どっちがいい？え、海で花火、ちょっとダメか。どっちがダメか、まずいた。海って泳ぐの？いや、まあ泳がなくても、泳ぐとか、まあ、その海に行く、行く、行かないじゃないですか。そう、花火だな。花火やるの好きやけど、やるのってあれめっちゃ一瞬で終わらへんって思うと、海でゆっくりしたいなって思う。じゃあ花火やってた頃の記憶がほぼない、私。うちも幼稚園まで遡ってもいいかね。ああ、短いかもって言ってるけど。あ、マジでそんなやってない、花火、手持ち花火。今、去年やってんけど。やらへん。あ、そうやりましたね。うん。なんか体験したのが花火大会だから、花火大会。うんうんうん。屋台行きたい！そう、屋台がいい。あと、浴衣着たい。あ、わかる。あー、いいっすね。2、3年前に花火大会って私見ながら泣いたもん。なんで？なんで？あまりに花火が綺麗すぎて泣いた。いや、ディズニーのヒロインや。めっちゃ可愛いですけどね、それ。綺麗すぎて泣く彼女。そうだね。めっちゃ。女友達が泣いてたらもう速攻インスタのストーリーあげますけどね。いや、だってめっちゃ綺麗だったよもん。ピュアだ。だから花火大会だな。え、見習おう、うちも泣こう。え、女の子同士で行くのもうめっちゃおもろいから、ね、楽しいよ、楽しい、楽しい、マジでおもろいよね。マジで楽しい。ただ周りのカップル率低くよ。周りのカップル率低くし。え、そうなる、確かに。うん、目の前のカップルは彼氏が屋台に買いに行ってくれてるのに、私は、あ、うち待ってるわとか、なんかうち行ってくるわ、いといでみたいな会話が泣ける。つらいな。切なくなりますね、カップルいすぎて。そうそう、なる。でもなんか女同士で歩いてると男同士の人たちがもうねいて、なんかタイミングよく立ち会ったりするよね。 えみたいな。わかるわかる。なんか何回かすれ違って、ね、そうそう、話しかけてくるからあいつらみたいな。何そのワンチャンナップしてくんないかなみたいな気持ちで、陽キャな、そこなの、なんか完全に固まってる。でもあるよね、なんかこうそのシチュエーション初めて、そこでまた男の集団とか見たら、どういう、なんだその偶然。え、あるんだ。なんかあるよね。ありますね。あ、次行こっか。行こう行こう行こう。次行こう。ちょっとね、空気がよどんできた。うん、次行こう。妄想が激しくて。はい。